奄美群島勝手にガイド、沖永良部島を旅してみましょう。沖縄本島の2つ上にあるのが沖永良部島です。鹿児島県でありながら文化は沖縄に近く、民謡や料理などは奄美よりは沖縄に近いものがあります。島の周囲は 55.8km とそれほど大きくはなく、車で2時間もあれば一周回れるほどなのです。この島の特徴はサンゴが隆起してできた島で、石灰岩でできています。奄美群島の喜界島も同じようにサンゴが隆起してできた島です。沖永良部島は百合の花で知られる島です。実は世界的に知られているイースターリリーは、明治時代にこの島の鉄砲百合が輸出されて世界的に広まったものなのです。この島では永良部百合と呼び、島民に親しまれています。島の各地には空港をはじめ、永良部百合の名がついた店や百合にまつわる観光地がたくさんあるのです。そしてこの島には町が2つしかありません。和泊町と知名町です。島の右側の半分が和泊町、左側が知名町です。沖永良部島へのアクセス方法は、鹿児島空港か沖縄の那覇空港から飛行機で行くことができます。奄美大島からも飛行機で行けますが、この場合は徳之島空港を経由することになります。また船の旅を楽しみたい場合は、鹿児島と沖縄を結ぶフェリーが出ていますので、こちらを利用してみましょう。鹿児島新港からは18時間、那覇港からは7時間で、それぞれ各島を経由しながらの旅になります。さて、島の観光スポットについて見ていきましょう。沖永良部島の観光スポットはいくつもあります。まずこの島の特徴の一つでもある石灰岩から形成される鍾乳洞があります。沖永良部島の鍾乳洞は、鍾乳洞という全長3500メートルの巨大な鍾乳洞です。このうちの600メートルが一般に公開されていて、とても神秘的な鍾乳石が楽しめます。家族旅行にもおすすめのスポットです。そして絶対におすすめはウミガメビューポイントです。沖永良部島はウミガメの遭遇率が非常に高く、海面でプカプカと呼吸をする姿が目撃できるそうです。その最大の遭遇ポイントがウミガメビューポイントです。こちらも家族旅行にはおすすめです。そして西郷南州記念館もおすすめのスポットです。沖永良部島は歴史上の重要な人物の一人、西郷隆盛が島流しにあった島の一つです。通常の島流しはその島で囚われることなく、普通の島民と同じように生活ができたのですが、西郷隆盛は吹きさらしの牢屋に入れられていたそうです。その牢屋が再現されています。歴史好きには非常に興味を惹かれる観光スポットではないでしょうか。さらに歴史好きにはこちらもおすすめです。それが与野主の墓です。与野主の墓は15世紀頃にこの島を統治していた悲劇の王が安置されている墓で、奄美群島でありながら琉球形式の巨大な墓を見ることができます。こちらも家族旅行にはおすすめのスポットです。そして日本一のガジュマルもおすすめです。あまり旅行雑誌には取り上げられませんが、樹齢100年を超える
巨大なガジュマルを目の当たりにした時には、その感動は想像を超えるものになるでしょう。こちらも家族旅行にはおすすめです。そして映画好きには絶対に外せない場所がこちら、実況の方です。ここは映画男はつらいよの第48作虎次郎紅の花に登場した場所です。昔から重要な水源として使われてきた平成の名水百選にも選ばれた由緒正しい観光スポットです。水辺の生物を見ることもできます。こちらも家族旅行にはおすすめの観光スポットです。ここからは宿泊施設を見ていきましょう。まず空港に近いコチンダホテルです。和泊町にあります。ここは沖縄をイメージさせるような赤い屋根に12部屋が並ぶ全エリア完全禁煙のリゾートホテルです。見た目はゴージャスですが、実はリーズナブルに泊まれるのでおすすめの宿です。そして同じ和泊町にあるホテルシーワールドです。港の近くにもあり、さらに繁華街にも近いので、美味しい食べ物が目的で旅をする旅行者にはおすすめの宿です。こちらもリーズナブルな料金で宿泊できます。そして空港からは離れていますが、平成の時代に天皇皇后両陛下がご宿泊されたホテルがあります。それが沖選ぶフローラルホテルです。ホテルの5階には展望浴場が設置されていて、太平洋側の壮大な海の景色を楽しむことができます。その他にも見どころが満載の沖永良部島、もし旅に行くなら2泊以上で計画することをお勧めします。紹介した各地の詳しい解説はそれぞれの紹介動画をご覧ください。